おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、テンガドッグなんて呼んでるんですけども、メガドッグのですね、キャスティングオンライン、オリジナルカラーのこのね、なんていうか、レッドシルバーストライプだっけな。まあでも、テンガですよね、これ。このね、面白カラーにいいシーバスがヒットしたので、まずはこちらをご覧ください。まあとりあえず、投げて探ろう。むずいなそんな出ないか。お、出た。お、乗った。よっしゃ。いや、ちっちゃいから。よっしゃ。あ、やべやべ。やべやべ。メガドッグテンガから。やったー、テンガに来ましたぜ。イエーイイエーイ、嬉しいね。サイズは小さめだけど、ゴライアスと天竜のね、ベイブレイズ、この組み合わせでビッグペンシルゲーム、イエーイ。ほらテンガね、嬉しい。じゃあね、釣れるところも見えてきたんで、さらに打ち込んでいきたいと思います。イエイ、テンガ。はい、というわけで帰ってきましたが、釣れちゃいましたこのね、から。あ、改めてね、どんな感じなのかって見ていくとね、
こういう感じ。はい、結構ね、バターンバターンってしゃくっているので、だいぶねフックサークルってここら辺がね、剥げてきたりはしているんですけども、まあね、こんな感じのカラーで、でね、実際使ってみたらね、非常に遠くでもどこにあるかが分かりやすいね、視認性のいいカラーだなーっていうことで、あ、これは使いやすいやーなんて思ってね、投げていたんですけども、まあね、例年に比べるとなんか今年はね、この大きなペンシルベイト、自分はね、あんまり好調ではなくて、なんというか、まあ釣れる時って結構こうシャバ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 、バシャバシャ、ボゴーとかね、捕食音がたまーにあったりとか、そんな感じでね、毎年、大きなペンシルとか使っていたんですけども、ね、今年はちょっとそれがね、自分の行くエリアは少なめだな、でもまあ言うてもいるだろうと思ってね、投げ込んでみたらチュパッっていう感じでね出てくれて、まあね、釣ったことないカラーで釣りたいななんていうねやつもあって、いろいろカラー持っているんですけども、今回はねまだ釣ったことのなかったこの天下カラーですね、これを投げ込んでみたっていうね、こういう展開だったんですが、やっぱりね、ビターンビターンってね、幅の広いですね、スケーティングしてくれるっていう印象があるルアーなので、どこに魚がいるかわからないなんていう時に、このメガドックでまずは、なんとなくの居場所を探る、そんな使い方にもね、ほんと実用的な、ルアーだなっていうところで、もうちょっとねピンポイントが絞れていたら、少しね小さめの、ルアーで数を重ねて、で、数を重ねる中で、ランカーを狙うなんていうね、使い方もするんですけども、どうにもこう魚の居場所が特定しづらいなんていう時にね、この巨大なアピール力、もうそこにポンってあるだけでね、すごい、まず着水音がダバシャーンってなって、それでハッて多分魚を引きつけて、でカショーンカショーンってこうね泳ぐことによって、たまらずバイトしちゃうってね。で、カラーに関してはね、メガバスのスーパーリアルな感じのカラーとかね、たくさんあるんですけども、まあ、水面で騙すっていうところで、こういう、まあ、なんというか、魚とはちょっと違った感じのね、面白いカラーなんかも、反応しちゃうっていうのが、海のこの白パターンの、まあ、巨大ペンシルの楽しいところでもあるので、そこら辺はまあ、思い思いのカラーでね、攻めてもいいんじゃないかな。なんでこんなカラーね、面白いですよっていうところで、これはね、キャスティングのオンラインね、で、なんだろう、たまに限定カラー、なんかね、特殊なカラーが出たりするんですけども、それで、何月何日発売だよっていうのが見えていたので、それでパシってね、買うことができたんですけども、この他にもね、ショップでの限定のですね、浮きみたいなカラーとか、あと、この時はね、ニモみたいなカラーね、これはちょっと大人って感じのカラーですけども、これと一緒に、ファインディングニモみたいな感じのね、可愛らしいね、隠れ熊の実みたいなカラーなんかも出ていたりしたので、そんな感じで、たまにそういうキャスティングオンラインとかね、チェックしておくと、こういうね、面白カラーね、売っていたり、あとは結構メガドックに関しては各いろいろなお店とのコラボしてね、すごい、あ、こんなカラーあったらよかったなーなんていうカラーが実はね、オリジナルカラーでは出ていたりするので、そんなところもまあネットとかでね、メガドックとかでね、調べると、こんなカラーあったんだ、へー、あ、こういうカラーもあるんだなんていうのがね、知ることができるので、今年に関してはね、この、まあ、使ってて使い心地がいいのはこの遠くでもね、どこにあるのか分かりやすい、天下カラーと、あとはキャスティングの玉浮きみたいなカラーね、あれもね、遠くにあってもどこにあるか分かりやすいんで、非常に使いやすいななんていう感じなんですけども、まずはね、せっかく手に入れたので、まあ一匹釣れましたけどね、引き続きもう少しですね、大きなシーバスが大きなペンシルベイトで狙えるシーズン、続くと思いますので、今年はね、若干傾向として、なんだろう、少しね、いつもより後半までこういうのを、自分の行くエリアでも釣れるんじゃないかななんて勝手にね、予想しているので、引き続きですね、ビターンビターンとね、ここら辺を、ドッグウォークさせようと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、
大人なカラーですよね、正式名称は違うんですけども、まるで天下みたいなカラーのね、メガドッグ、これでねシーバスが連れてって、こういった動画でした。はい、また会おうぜ。